アイアンの打ち方自体が分かんないっていう人が多いよね。もうめちゃくちゃ重要な、めちゃくちゃ簡単な方法をちょっとお話しするから、コンコンコンね。じゃあこの釘を一撃でドン、こう叩ける。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日のテーマはね、アイアン、アイアンをうまく打つっていう方法なんだけれども、なかなか皆さんね、アイアンをうまく打とうとしてるんだけど、結構ね、こう簡単にこう打てる方法ってあるの？なんかこうスイング、アイアンのスイングって、まあ、ちょっと僕打ってみるけど、こうなんかこう今みたいにしっかり振り抜いてね、プロみたいな感じでかっこよく振り抜きたいっていう人が多いんだけど、こういう風にね。だけどこんなね、難しいことしなくても結構簡単に打てる方法があるんですよ。アイアンって結構苦手でしょ。ドライバーの方が得意なんでしょ。なんで、ね、難しいあ、そう、アイアンの打ち方自体が分かんないっていう人が多いよね。でアイアンの打ち方をちょっとね、今日はね、もうめちゃくちゃ重要な、めちゃくちゃ簡単な方法をちょっとお話しするから、これをちゃんと聞けばアイアン、ちょっとね、例えばあまり形はね、かっこよくビュッと振り抜かなくても当てれるというね、そういう方法をちょっと今日教えますので、ぜひともね、中盤から後半にかけてめちゃめちゃ重要なこと言うからね、ぜひ最後まで聞くんですよ。それではね、始めていきたいと思うんだけど、まずはアイアンはどういうイメージか。クラブって振るってイメージ、打つってイメージ、どっち？振るだよね。だから振るってなると結局これ振り切るっていうイメージが強くなるわけ。でもそうじゃなくて、アイアンっていうのはイメージは打つっていう感覚、こうなんだか打つって感覚でしょ、今のね。叩くっていうか、イメージはトンカチ。ちょっといいけど、トンカチ打ってやってみよう。コン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 ね、ね、コンコンコンね。じゃあこの釘を一撃で中に入れる、そういうイメージだとこういう感じだね。ボン、わかる？なんかわかる。だから一撃で叩く感覚なので、こういう感じね。こう振るっていうイメージって分散する感覚があるでしょ。だからイメージは一撃でいくっていう、こういう感覚ってすごく重要なんですよ。でこれがね、みんなできないの。だからこの一回の力で叩くような、でそのためにまず重要になってくるのは、インパクトの瞬間に力を伝えていくっていう、この力のこう集め方なんだよね。これがね、まずできない。でトンカチならできるでしょ。何でもイメージトンカチならコンコンで分かるけれども、結構こういうゴルフクラブっていうものがなかなかそれが難しいんですよ。でこれができてくると、例えば、風の日とか、風の日とかちょっと低いボールで打ってぶつけて打つ感じ、こういう感じ見てて、こうぶつけちゃうわけね。こう林の下とか、林の下をくぐる、例えば林にドライバーで入ってしまってトラブルショットの時に簡単にこう打っちゃうとか、めちゃくちゃこんなのね、簡単にこう脱出できるの、こうやってね。なのに皆さんこういうところでもなんかこうやって振ろうとするわけですよ。でそうすると林にね、高く上がりすぎちゃって当たっちゃったりとか、非常にこうちゃんとクリーンに打てなくてミスショットしたりするわけだ。これちゃんとめちゃくちゃ重要なところを覚えてください。この打ち方、これを今日お話ししますので。でこれ、ね、何をしなきゃいけないかっていうと、そのトンカチのような打ち方っていうの前に、道具の特性をちょっと覚えてほしいんですよ。これはね、こういうこと。じゃん、これね、芯ね、この芯のところとグリップのところが、これだけズレがあるんですよ、ゴルフクラブって。こういうふうに、テープをこういうふうに貼りました。でこのテープのこの三角形のこの空間、ここで叩くようなイメージを持つの。ここで叩くイメージ、これ今日のポイントよ。これめっちゃ重要なところ、ここで叩くんですよ、ね、なのでここの風を仰ぐようなイメージでスイングしたい。で皆さんこれがこうクラ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 動きすぎちゃうわけで、このテープの部分がめちゃめちゃ動く、こう常にこのシャフトの上に存在してるイメージね。これが下に
滑ったりしない、常に上に存在している状態で打つっていうのが基本ポイントになります。基本の重要ポイントになります。なので感覚はちょっとテイクバックしてみて分かるんですけど、この黄色いラインがすぐこうやって後ろに寝ないように、常に上に存在しているように、少しグリップ側が先行するようなイメージになるわけですね。こういうイメージ、そうすると一撃で叩く感覚出ます。で開いちゃうと閉じる動作が入るので一撃叩く感覚が出ないんですよ。まあ若干必ず開いたり閉じたりするんですよ。ただこれがあんまり開いたり閉じたりしない、この黄色いラインをイメージする、まずそこから考えていきますね。そうするとちょっと打ってみますね。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、こうやって動かない、動かないで風を仰ぐように、ここの風が仰ぐように開いたり風を切ったりしないようにしていく。そうするとボールを強くこう叩く感覚、このまま集めていくようなイメージが出ていくんですね。じゃあそこを踏まえてどういう練習をしたらいいかちょっとお話しますね。まずはこれをこの三角形を崩さないようにするためには、手からいったら絶対開いちゃうんで、一つ目、体幹からバックスインすること。体幹から。必ず先行するのは体、胸。胸を先行して、このラインを崩さない。まっすぐね。体が止まると開いちゃうから。体幹、そしてまた体幹で先行していく。そうすると、強く叩くことができる。ね、手を体を止めて開いたり閉じたりしてしまうとうまくいかない、ここが動いてしまいますからね。これがめちゃめちゃ重要なところだね、体幹で打つ。でそうすると次がこのグリップだね。グリップも先行していく感じになります。見てて、グリップを先行する感じ、ちょっとグリップが先に少し行くか行かないかぐらい、そうすると強く叩ける。こうやって手ヘッドからいっちゃうとこうなっちゃいますからね。体幹からグリップ、全部ヘッドインを先に先行するような感じ。そうするとアイアンを上から潰すことができるし、叩いて終わるっていう感覚になるね。開いたりしない。で最後なんですけど、最後がグリップ圧の変化。これはね、スタートから切り返しのところにかけてクラブが重たく感じる、ここですね。ここの切り返すときに開いちゃうとクラブの重さっていうのは感じなくなるから、ね、重い感覚のまんまで叩く感じ。そうするとこの黄色いラインがこういう形になるから、こうはならないね、このぐらいよ。だから手首がね、こうやってこう折れすぎる人っていうのはうまくいかないので、ここら辺のところを意識しなきゃダメね。いいですか、こんな感じよ。ひどな人、こうアイアンがうまくいかない人ってここで折れてしまうので、ちゃんとこの重さを感じること。そうするとグリップの圧の変化がちゃんとわかる。ちょっと軽いところからグッと重たくなるから、ここで重たく感じる。こういうふうにここの空間をどれだけ意識できるか、そのために今3つのお話ししましたよ。これ3つ重要なポイントね。それを意識するとこの衝撃が強くなるわけです。インパクトの瞬間にこうね、開いて閉じるってやると衝撃が出ないのが、このクラブの重さ全体をこう叩けると。で打って終わり、いわゆるパンチショットっていうスイングになるわけね。パンチで終わり、そういうスイングをしていくとアイアンっていうのはうまくいくんですね。こういう感じね、こう叩いて終わり、ここで叩いて終わり、ここでこんな感じですね。あんまりインパクトを振り抜かないっていうところになってくる。これがアイアンをね、ぶつけてね、簡単に打っちゃうっていう方法なんですよ。これ結構だから重要でしょ。だから振っちゃうよね、ドライバーとかね。こんな感じしません？する。どうしようとこうやって振るっていうイメージってない？ドライバーとかあるでしょ。だからドライバーとかだったら振り抜くっていう感覚なんだけど、こういうアイアンとかはどっちかっていうと、こう、グッとこうね、ぶつけていくような、この全体の重さで、グッとこう、その時に開いたらダメでしょ。だそこら辺のところを意識していくと、スイングっていうのはこう簡単にこう面を変えないで体が先行していって
っていくと。だ振り抜きがあまり最後までこうここまでこう振り抜かないね、こういうスイングっていうのがいいスイングになってくるわけね。こんな感じですね。あんまり最後まで振り抜かなくても、ミドルアイアンから下ショートアイアンとかそれだけでもちゃんと飛ぶので、こういうスイングでね、上からぶつけるように打っていった方が楽なスイングになります。こんな感じですね。なんか質問ある？そう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 。だからパンチショットの練習は、アイアンの練習だっていうことになるので、やはりこうインパクトで止めるっていう練習は誰でもやってほしい。なんかこれやるとなんか男の人のスイングだと 思いがちじゃない？ね、なんか力のある人の用のスイングみたいな。そうじゃないんですよ。力をこう伝えるっていう瞬間の動きをこう入れるので、女の人でも男の人でも力ない人でもみんなできるスイングってことね。 OK。 それをやるとね、いやだからやっぱりこれ上からクラブをこう入れすぎちゃうっていうのがあると思うんで、感覚はちょっとね、まあそうは言っても横なんだよな。横から捉えて止めるね。あんまりこう上から入れるとそれは確かにこう衝撃で手首痛める感じ、こう入れる感覚になっちゃうね。結構緩やかなところから止める、こういう風に練習はしていった方がいいかなと。そしたらうまく手首はそんなに負担がかかんないな。 OK。 それじゃあ最後にちょっとそこら辺を踏まえて打ってみます。今のところね、テイクバックのところ気をつけてよ。ここのところね、ここの黄色いところね、黄色いラインをすごい意識するの、ね、こうならないようにね。して切り返しも同じくこうなんない、この黄色いラインをイメージして仕上げにちょっと 2,3 球って終わりますよ。ここね、こんな感じですね。もう一回、こんな感じで、やってみると、非常にアイアン、うまくですね、簡単に打てるようになるので、まあ、振り抜くっていうだけじゃなくてこういうスイングも覚えていくと、非常にそのアイアンのスイングがちょっとこういろんな打ち方があるんだということで、非常にいい打ち方になってくると思うので、ぜひともやってください。このチャンネルではね、私のレッスンノウハウを毎日更新している、そのチャンネルでございますので、ぜひともね、まずは見逃したくない方、毎日更新してるからチャンネル登録をしてください。でその後にコメントをガンガン書いてください。コメントね、めちゃめちゃ書いていいですから、それをちゃんと僕見て、またレッスン、このチャンネルの参考にしてるので、ぜひとも書いてください。そしてもう最後の3つ目、これ高評価、これをしたら僕の毎日更新のモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わります。さよなら。オンラインサロンのご案内です。原田ゴルフの遠隔のレッスンが受けられる。そしてその他限定動画、いや YouTube の先行配信、その他いろいろなサービスが充実しております。ぜひともオンラインサロンに参加してみてください。家でも学べる新しい形、原田ゴルフオンラインサロンをよろしくお願いいたします。お申し込みは概要欄か、ウェブのこちらから参加してみてください。こっちかな？札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。